願いします。ローでダウン取られたんですけど、まあ、ローじゃなかったんですけどね。感じがそうですね、早い段階だね。そうですね、ここから見えない。そうですね、左目が悪かったんですけど、右目がね塞がっちゃったというか、 目に入ってる感じですね。まあ、だから負けたわけじゃないですよ。ローキックのダメージ、手が伸びる。ローで倒れたわけじゃないですよ。フランス選手は来るとは予想してます。ローで来たんですか。ローで来ると予想してます。してないです。これで戦略が変わったりとか。ないですね、まあ、もしローで試合は、ね、よく覚えてないんですけど、まあ、ローで来たらね、望むところなんで、はい、あんまり目が見えなくなってきたときに、どういうふうにこう自分で攻めていこうと思いますか。まあ、それはもうね、僕ずっとそうだったので、やっぱりカウンターで合わせるのが、自分のもうずっと、ね、長年やってきたことなので、今回もそれをやろうと思いましたけど。切れたんですか。パンチだと思います。しょうがないでしょう。いや、別にその投げてるわけじゃなくて、本当に練習もしましたし、これからまず何をしたいですか。これから練習をしたくない練習したくない。僕は、まあ、中学バスケ、高校ラグビー、大学ラグビーで、もう本当にずっと走って、ね、ちっちゃい頃から走り続けてきたので、まあ、運動が、ね、で20歳超えてラグビーが格闘技の世界に入って、まあ、ずっと体を、まあ、とにかく毎日走ってたので、もう少し運動しなくていいっていう、練習しなくていいっていう感覚と、あとは、まあ、負けはしたんですけど、生きて家族の元に帰れるっていうのは、僕はすごく安心してるというか、本当にもしものことを考えたりする倒れ方が多かったので、まあ、今回も試合終わった後に瞬間に、まあ、冒頭ですけど意識があったので、まあ、家族のもとに帰れるなというのがすごく嬉しかったですね。今後の予定というのはジムの方でですか、指導会本当に考えてないです。今日、まあ、ちょっとゆっくりしてね、から、まあ、僕らしくないですよね、次のことが決まってるので。試合が終わって退場していくときに、アナウンスさんの心の顔が変わらない。あの時はこの頃から会話を重ねて、会話を。よくやったって言ってくれましたけどね。はい、まあ、今回も本当に、ステイドリームには、ね、助けてもらいました。もう、
死んじまいたいほどの苦しみ悲しみがね、僕はもう本当に何回もあったので、まあ、今日もそうですけどね。でもやっぱり男として生きていかなきゃいけないですし、家族のために頑張らなくちゃいけないと思います。だからちょっと時間経ったらまたね、まあ、違った道かもしれないですけど頑張り始めたいと思います。試合後は奥さんこれからですよ、はい、どういうふうに報告というか、まあね、生きて生きてるよって言おうかなと思ってますね、はい、佐藤選手は武田さんと試合できなかったのが悔いだというふうに言ったんですけど、嬉しいですけどもう勘弁してまあね、ロギ君受け入れになるんでしょうね。まあでももういいかな、もう十分やったかもしれない、もう30の今年は7ですからね。ぜひ家族のことに帰ろうと思います。ありがとうございました。